はい、勝又です、今日はですね、岩尾ギャラリーさん、蔵前にあります、東京ですね、こちらに伺っております、ここでですね、港地広先生の福島拠点が、行われて、います、でそちらを開催しに来ました、この岩尾ギャラリーさんは、これがオープンイベントなんですね。結構時間のような感じで、はい。今と寿司。2階の上がる形になっていて、1階は今シャッター閉まってましたけども、これからビストロが入って、なんか展覧会ね、見た前とか後とか、食事もできるっていうね。会期終了後なんですけども、わざわざ開けていただきまして、見ることができました。僕も今日京都から、来てですね、駆けつけて、まあ、滑り込みで拝見できてよかったなと思っています。なのでちょっと、ね、緊張してます。わざわざ開けていただきました。最新作ということで、先ほどちょっとお話を伺ったところでは、カラーとシルクを混ぜるというか、ペース